上智子君。はい、日本共産党の上智子でございます。東日本大震災からその被災から2年が過ぎて、住宅問題はどの被災地でも切実な問題になっています。で、今日はですね、福島原発事故によって放射能線量が高く帰還困難となっている区域の賠償問題について質問いたします。で、まずこの地図を見ていただきたいと思います。この赤枠がですね、帰還困難区域です。で、この区域にある例えば浪江町はですね、役場を二本松市に移して住民の多くは仮設住まいをしています。で、私は先日二本松市に行って浪江町の方から話を聞いてきました。一時帰宅で自分の家に帰ってみたら惨憺たる状況だった。2年経った今でも 21.4 マイクロシーベルト、雨どいの下では120マイクロシーベルトを超えるところもあると。で、事故前は 0.03 マイクロシーベルトだったので、事故前に戻るには100年以上かかると言われていると。で、仮設住宅に住んでいる方は部屋が狭く壁が薄いため騒音が気になります。精神的不安の解決にとっても住む環境を整えたい、家には帰れないので早く新しい土地で生活できるよう賠償してほしいなど切実な声が出されています。で、事故がなければですね、こんな苦しみを味わうこともなかったわけです。被災者には何の責任もないわけです。しかし現実には今のこの東電の査定では、新しいところに家を建てたいと思っても保証金は全く足りないということです。で、今日は東電の広瀬社長においでいただいてますのでお聞きしたいと思います。で、東電はですね、住民がこの事故が起きる前と同じような生活を取り戻すことに責任を持つべきではないでしょうか。東京電力株式会社代表執行役社長、広瀬直美参考人。私どもの事故によりましても、2年2ヶ月を超えておりますけど、今なおたくさんの方々にご迷惑をおかけしておりますけど、改めましてお詫び申し上げたいと思います。ご指摘の点でございますけれども、もとより私どもの起こした事故でございますので、しっかり賠償していくということで、今はずっとこの1年半近くですけれども、やらせていただいているところでございます。上智子君。今、賠償しているというふうに言いましたけれども、賠償するといってもですね、これ、宅地については、工事価格、つまり固定資産税評価額で保証するということですよね、ちょっと確認します。広瀬参考人。お問い合わせのいわゆる宅地や建物の賠償、いわゆる財物の賠償と呼ばれている点でございますけれども、これはいわゆる避難指示の期間の中でですね、生じたその財物価値の減少という点を取って対象とさせていただいておりまして、中間指針、あるいは中間指針の二次追放、さらには昨年の7月、政府の方針等々を踏まえて、私どもとして検討させていただいております。また当然国とも協議させていただいておりますし、自治体のご声も聞いて、で、今私ども事故があった直前の時価相当額を財物のその賠償価値の基準ということで始めさせていただいております。ちょうど1ヶ月半が始まって経っておりますけれども、すでに2割の方がこちらに書類をお届けして始めていらしておりまして、その中にはもうすでに賠償金をお支払いさせていただいた方も出てきておるところでございますので、引き続きしっかり迅速にやってまいりたいと思いますし、また個別の事情についてもしっかりお聞きして取り組んでまいりたいというふうに思っております。上智子君。今いろいろと言われたんですけども、要は工事価格ですよね。もう一回はっきり言ってください。工事価格ですよね。広瀬参考人。いくつかの選択できるスタイルになっておりまして、建物につきましては、私どもの計算する お示しする形をですね、選択していただくという工程です。宅地についてはですね、これも私どもお示しして、いわゆる計算して出せる部分もございますし、それからいざとなった場合には見ていただくとかですね、そういったようなことを考えていこうと思っています。上智子君。答えてないですよ。工事価格ってはっきりおっしゃってください。そうでしょ。それ以外ないじゃないですか。ちゃんと答えてくださいよ。広瀬参考人。いわゆる固定資産評価額をベースにしてやらせていただいております。上智子君。言ってくださいよ。最初からそう言ってほしい。でね、それでは買えないんですよ。地元では、現場ではですね、
この東電の査定では、福島市や郡山市などの中通りで土地を買って家を建てようと思っても無理だと言ってるわけですよ。で、私が聞いた方の場合はですね、帰還困難区域で690坪、農業やってるんですけども、路線価格、これ、国税庁が発表する土地評価額ですけども、これで見ると、震災前の浪江町の駅周辺のこの住宅地の価格は、1平方メートルあたりで2万円ですよ。で、現在の福島市の価格はどうなってるかっていうと、仮設住宅が建設されている福島市の南矢野目地域ですね、ここの価格がですね、実売価格で4万3000程度になるわけですよ。ですから2倍以上なんですね。で、東電の保証額でこれどうやってですね、福島市に家を持つことができるのかと、いかがですか。広瀬参考人。私どもといたしましては、原子力損害賠償法の考え方にのっとってですね、いわゆる私ども事故が起こった直前の時価を補償等額として賠償させていただくという考え方で進めさせていただいているところでございます。上智子君。指針に沿ってるっていうんですけども、ちょっと文科省にお聞きします。原子力損害の範囲の判定に関する中間指針第二次追放、これについて政府によるこの避難地域の等の見直し等に関わる損害と、これどうなっていますか。下村文部科学大臣。原子力損害賠償紛争審査会は、避難指示区域の見直しに伴い、平成24年3月に中間指針第二次追放を策定しており、その中で財物の賠償について触れております。お尋ねの帰還困難区域内の財物賠償については、帰還困難区域内の不動産にかかる財物価値については、本件事故発生直前の価値を基準として、本件事故により 100% 減少したものと推認することができるものとされております。さらにパネルを用意されておりますが、その3のところでございますけれども、本件事故発生直前の価値については、例えば居住用の建物にあっては、同等の建物を取得できるような価格とすることに配慮すると、個別具体的な事情に応じて合理的に評価するものとするとされまして、再取得価格についても考慮するように示されております。上智子君。このパネルにもね、書かせてもらいましたけれども、この通りですよ、同等の建物と。いうことで言っているわけです。それで工事価格でね、いいなんてことは一言も書いてないわけですよ。それなのにね、なぜ工事価格でそれでやろうとするんですか。おかしいんじゃないですか。広瀬参考人。繰り返しになりますけれども、建物に関しましては、そこの今、パネルのご指摘もありまして、そうしたことを考慮してですね、固定資産税評価期間をですね、いわゆる償却期間を公共用地用の収容の時に使うようなやり方でですね、長く取りまして、で、原価を減らすというような、いろいろな工夫をさせていただいておりまして、それによりまして、またあと、その一番最後になくなってしまう残存価値といいますか、それにつきましても、20% 程度加減を上げるというようなことを配慮させていただいて、少しでもそうした配慮にお答えできるような形で、今、賠償を進めさせていただいているところでございます。上智子君。全然配慮しているというには言えないと思うんですよ。それでですね、今その国の指針にも基づいてという話があったんですけれども、経済産業省が来られているんですけれども、エネ庁の長官にお聞きしたいと思います。それでこの資源エネルギー庁ですね、この中でですね、帰還困難な被災者は新たに家を持てないというふうに言ってるわけですね。で、このままの状態でいいのかと。いうことなんですけれども、エネルギー庁長官の方にお願いします。資源エネルギー庁長官、高原一郎君。お答え申し上げます。ご指摘の建物の賠償につきましては、第二次追放では同等の建物が取得できるような価格とすることに配慮するなど、個別具体的な事情において合理的に評価するものとされております。これに従いまして、東京電力の方で実際に賠償額を算定する際には、
できる限りの工夫を行っていると承知しております。しかしながら委員ご指摘のように、特に帰還困難地域の帰還困難区域の住民の方々につきましては、避難期間が長期間に及ぶことがあると理解をしておりまして、現在の賠償基準がこのような方々に対しまして実態を踏まえたものであるか改めて検討を行いまして、追加的な措置が必要であれば東京電力の賠償基準に反映させるなど経済産業省としても対応してまいりたいというふうに考えております。以上です。上友香君。はい、現場ではですね、工事価格、固定資産税、のその評価額で基準としたら、これ新しい都市をね手に入れて家を建てるのは無理だというふうに怒ってるわけですよ。ずっと怒ってるわけですよ。それで今お話ありましたけども、エネルギー庁の基準がですね、中間指針の追放で言っている趣旨と違うんじゃないかと、この間ね言ってることが。それで帰還困難区域についてはこれ全損扱いで、さっきも話ありましたけども、事故発生前の価値の全額を保証するということになっているわけで、つまり中間指針の追放の通りにですね、本来保証しなきゃいけないと、そこがそうなってないということが問題なわけです。それでぜひですね、そこのところをしっかりやっていただきたいというふうに思うわけです。それでちょっと最後に、ちょっと今やり取りをですね、総理をお聞きになっていたと思います。で、総理も浪江町をはじめとしてですね、福島の被災地に行かれていると思いますので、ご存知だと思いますけれども、この放射線量が高くてですね、この帰還困難区域の方の場合、今の賠償の基準では新しい土地に家を建てたくてもそれができないという現実があるわけです。で、事故前と同じ生活を取り戻すということに責任を持つということで言えばですね、これ経済産業省の、N 庁のですね、賠償の基準を変えて、やっぱり生活再建ができるように改めるべきではないんでしょうか。いかがでしょうか。安倍内閣総理大臣。私も何回かですね、双葉郡に参りました。そして安倍内閣としてはですね、福島の復興が政権の重要な課題の一つでありまして、東京電力福島第一原発事故によって被害を受けた方々への迅速かつ適切な賠償に万全を期していく必要があると、このように思います。特に帰還困難区域の住民の皆様については、避難期間が大変長期に及び、避難者の方が移住せざるを得ないことも考えられるわけでございまして、国としても被害者の皆様の実態に沿った賠償を検討してまいりたいと思います。上友香君。本当は自分のその生まれたところっていうかね、自分の家に戻りたい、土地に戻りたい、本当はそうですよ。だけどね、戻れないわけですよ。非常に数値が高くて何年先戻れるかわからないと、現実には。そうすると今どうしてもですね、別のところに家を構えて住むっていうことをしなければ元通りの生活に再建できないわけですよね。そういうやっぱり辛い思いの中にあって、私は言いたいことは、それに本当に元通りになるようにやるとすれば、ちゃんとこの中間指針の中の追放の中でですね、言っている基準の通りにやっぱりやらなきゃいけないだろうと。そして本当に多くの皆さんがですね、安心して暮らせるように一日も早く復興できるようにすべきだということを申し上げまして質問を終わります。